こんにちは、しぼとです。今回はサウンドトラベルさんに遊びに行きました。中込さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。どうもです、はい、もう一人、スーさん。はい、奥さんギターマニアスーチャンネルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほどスーチャンネルの方で、はい、80年代の、はい、まあ、ギター話というか布袋さんの話させていただいて、はい、僕が90年代まさにギターキッズだったんです。うん、93年に入学し高校に入学してるんで、はい、まあ、そこから3年間、はい、楽器屋に通い詰めて、で、まあ、その時のお話なんかを聞かせていただきたいなというところではあるんですけれども、はいはいはい、まあ、80年代ね、さっきスーさんのところで布袋さんのね、話をさせてもらって、まあ、ボーイ全盛期だったじゃないですか。そうですね、ボーイ全盛期ですね。そこからちょっと色変わってきましたね、90年代になって。そうですね、だん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 ちょっと派手めな、派手めな方に来て、はいはいはい、まあ、ビジュアル系とっていう風な名前になって、ね、流れが来ましたよね。どっちかというとルックスの方を見られがちだけど、当時の90年代初期のバンドは上手なんですよね。そうですね、だからビジュアル系の連中は割と上手い人たちがああいう格好をしてやってたっていうのがあるんですよ。もともとはそのハードロックメタルが好きって聞いてた人たちだと思うんですけれど、ね、はいはいはい、テクニックもしっかりしてるし、バンドとしてのカリスマ性、音楽性も高かったと思いますね。幅も広かったですもんね。そうですね、だからビジュアル系っていう言い方がおかしいと思います。面白い話があって、当時ですね、だから例えばフォーク系 の音楽やってるのとかロック系やってるのとかって言ってたら、そしたら、いや僕はビジュアル系で、いやそれは、まあ、ロック系よね、それでも音楽性じゃない見た目よねっていう、そう、えって思いましたけど確かに一つのもうカテゴリーになるぐらい影響力があった。そう、そうなんですよね、感じなんでしょうね、うんうん、だからビジュアル系でどんな音楽っていう感じではなくて、ああいう格好してるとビジュアル系って言ってたんで、うん、ただそのプロの連中たちはやっぱり難しいことをやったりとかいろいろやってるじゃないですか、うん、だからそこも踏まえて若い子たちは分かってるのかなってのはちょっと謎でしたよね。格好だけ真似してるみたいなところがあったので、音楽性どうなんだろうっていうのはちょっとよくわからない。そうですね、うん、なので僕ら世代のバンドがあまり成功しなかったんで、はい、違うとこばっかり見ちゃってたかもしれないですね。化粧の勉強であったりとか、まあ、確かにね、うん、まあ、その前の人、その当時の90年代前半の、はい、まあ、バンドの人たちはまずテクニックありきで、うん、まずバンドっていうものがあった中での、その一つのファッションとして化粧とかっていう捉えられ方だったと思うんですけど、そうですね、僕ら世代になってくるとそれ履き違えるんですよ、うん、順番逆になってくるんで、化粧してステージに立ちたいとかっていう人たちが、まあみんなとは言わないですよ、増えてきちゃったっていう時代ではあるんですね。だから例えばギターもフェンダーとかギブソンのいい音がすると言われているものよりも見た目かっこいいギターにちょっと行きがちだったんじゃないかなっていうのがあるんですけど、どうですかね。いや確かにそうだと思いますよ。そういうギターでやるんじゃなくて、もうビジュアル系だからそういうちょっと変わったギターでやるのが当たり前だみたいなところがあったからね。だから変形も流行ってたんですかね、その時は。そうですね、だからそっちの方でみたいな感じがあったと思いますよ。さっきの話みたいにそのね、音楽性じゃなくてもうビジュアル系だからっていうのがあるから、はい、どういう音楽性なのかってちょっと分かんないなってね、そういうのはやっぱりありましたからね。だから、フェルナンデスのカタログとか見ても、はいはい、80年代ってこう洋楽のミュージシャンのシグネチャーが、うん、そうだね、多いよね、多いんですけど、うん、90年代入ると逆に邦楽のミュージシャンのシグネチャーもガッと出てくるような印象があって、やっぱりフェルナンデス全盛期ですかね、当時は。そうですね、今、まあ、フェンダーがもちろん、はい、バーンとこれぐらいじゃないですか、フェルナンデスって。でも真逆なぐらいの勢い。そうですね、いっぱいいろんなものを作ったし、うん、で前にも言ったけどヘビーメタルもそうですけども、早いんですよね、次から次に。はい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 、対応がその時代に乗ったものを生み出していくというか、出していくっていう感じが早かったので、やっぱり同じものが出てるって言ったらそれ欲しいっていうふうな、はいはい、
フットワークが軽かったんですね。で、まあ布袋さんでアーティストモデルがある程度売れるっていうのが分かったからですかね、はいはい、そこから一気に連動系の契約が、まあ宣伝になりますもんね、うんうん、っていうことはやっぱり、うん、キッズがその市場を動かしてた時代ではあるんですかね、うんそう今どっちかっていうとギターって大人の人が、うん、あたくさんお金を使ってる、まあまあ、自分もそうなんですけど、まっすーさんもね、そうだけど、うん、そういうイメージがあるんですけど、やっぱりあの楽器をやりたいっていう人が当時多かった、まあ、母数がまず多かったってことですね、楽器やりたいっていう、うん、今はね、なんとなくなんか少なくなってる感じがして、しますね、高校生とかも全然見えなくなってきてるから。なるほどですね、うん、じゃあその時こうお金をこう落としてた中学生、はい、高校生とかがちょうど今繰り上がってお金を落としてる40代、50代になってるってことですね。ああそうですね、そうですね、うん、だから最近多いのは30年ぶりぐらいにギターのケースを開けたとかっていう人たちがよく来ますよ、はい、でこれ使えますかっつって持ってきてすと、もうやっぱりあちこちおかしくなってるんですけど、まあ、それを修理したりとかしてね、うん、90年代はやっぱカリスマギタリストというか多かったなっていうイメージはあるんですけど、まあ、うん、ギタリストに限らずそのバンドでありながらも、はい、個人名をみんな言えたじゃないですか、はい、まあ、X だったら、うんうん、トシさんの YOSHIKI さんとか、うん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 、で、まあ、他にもね、ルナシーとかもそうですけど、はいはい、でまあ、グレーとかあたり、うん、最後ぐらいにちょっとずつメンバーの名前を言えない人たちが増えてきたなっていうイメージはあるんですよね。だからこのパワーがちょっと落ちちゃったのかなっていう。そこまでね、流行ってないっていうか、そうですね、まあ、熱量が、うん、そうですね、一般的には広まってない、広まってないっていうことですよね。それはもう間違いないですね。で、だん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 今だとね、インターネット世代になって、あのスマホ世代になっちゃうと自分の好きなものしか聞かなくなっちゃってる人たちが多いので、うんうん、なかなか流行りづらくなってるんじゃないかな、うんうん、共有するものがちょっと減ってきてるというか、うん、そうですね、もう、うん、いや、まあ本当昔って、はい、ランキングってみんな同じものを追っかけてたじゃないですか。そうそうです、ね、オリコンだったじゃないですか、日本といえば、ね、うん、オリコンって今は知らない人多いんですよ。ああそうですね、聞かないですもんね。ビルボードはまだ入ってくるみたいなんですけど、言葉として、うんうんうん、オリコンって何、ああ、 そうか、そうですよね、あんまり聞かなくなっちゃったかもしれない。うん、確かにランキングって今やってないなと思って、あ、基本みんな倍速で何でも見たり聞いたりっていう話が、うん、それもありますよね、ギターソロ飛ばす、ギターソロ飛ばす、はい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 、ギターソロかっこいいところ飛ばしちゃダメだろうと思うけどね、そういう風な世代になっちゃってるんですよね。そうっすね、そうですね、価値観が違うんですよね、もうとにかく早くないとダメみたいな。そうですね、なんでね、うん、美味しいところがすぐパッて流れるような感じ、うん、だから時間がかかるのはダメって言ってみたい、イントロが長いのもダメって言ってましたね、はいはい、音楽だってせっかくね、あのこういう感じからこうなってってこうなって作ったんだっていう風にミュージシャンが思っても、そうですよね。アルバムとして流れがあったじゃないですか、今ね、はい、曲間のどれぐらい開けるかとかっていうの、アーティストの醍醐味でしたもんね、そのストーリー性っていうのは。そうですよね、今もう切り刻まれてますもんね、うんうん、もうその1曲でいいわけですから。そうですよね、他は聴かないっていう風になってるんで、うん、環境とともにというか時代とともに自分の考えとか耳とかも変わっていくんだな、うん、まあそうですよね、変わってく、うん、確かに変わってくる、変わってますよね、ちょっと話がずれてきましたけど、まあそんな感じでちょっと昔話をですねさせていただきました。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。